もっと楽しいティルティー。そしてですね、アクティビティは先ほどちょっとお伺いしましたけど、はい、マリンスポーツですかね、やっぱり。そうですね、マリンスポーツで、まあ、遊んでいただいて、あとは地形が先ほど、ね、横山さんおっしゃったように切り立った崖っていう、はい、そうですよね、ちょっとこうビーチっていうよりも崖っていう感じなので、うん、例えばちょっとこう穴ぼこを覗いてみると実はなんか洞窟だったりとか、入り口がちっちゃいのにその入り口を通り抜けるとラグーンになっていたりとか、そういう自然散策みたいな、それが面白いので、別にちょっと運動難しいなとかのんびりしたいなっていう方はそういう自然散策で海を回って、上陸してちょっと洞窟探検したいっていう、そういう楽しみもあるので、なるほどなるほど、水中、水面、陸上、3つ楽しめます。なるほど、はい、西谷さんも何ですかね、時々エルビドに行かれたりとかは。そうですね、仕事でちょこっと行ったり、あと実は大昔、ここのリゾートで働いていたので。あ、そうなんですね。それをもっと先に聞きたいです。あ、聞きたかったですね。ミニアップっていうリゾートがあって、はい、そこでちょこっとお仕事をしていて、はいはいはい、そうなんです。なので、そうなんです、ね、ほぼ3年ほどいたんですけど、はいはいはい、なのでその3年間は本当に T シャツ3パンみたいな。それはどういうきっかけで、もともと海外で仕事をしようと思って行かれたのか、それとね、大昔のね、うんうん、日本見つけたそのエルニドの仕事、日系だったそうです、はいはいはい、そこの会社に実は勤めていて。あ、そういうことなんですね。人事異動と呼ばれて、はい、どこかなって思ったらフィリピンって言われまして。なるほど、もう行きますみたいな感じで言ってました。あ、はい、そうなんですね。今言ったリードコっていうのが、それ今説明あったその3つリゾートっていうのがちょっともう一つあって、でやっぱりエルドネのリゾートのイメージがそのミニロックなんですよ、うん、これ一番最初に作られたんです、はい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 、で会場のこうコテージ、水上コテージか、うん、水上コテージがあって、うん、っていう、これがもう本当にエルドネのイメージ、なるほどなるほど、ここから始まってるんですよ。あ、そうなんですね、大昔に開いたリゾートなんです。なるほどなるほど。今の水上コテージ結構いろんなところにありますけど、その頃はそう、本当何十年前だったね、先駆け的な存在だったんですね。水上コテージってのはエルニドですね。そうです、そうです。だからミニロックがあったり、ちょっと高級的なそのラゲンリゾートができて、はいはい、でパングラシアンっていうのは、ちょっと最近また新しくなったんですけど、はい、これも一応最高級、やっぱそれでやっぱ特徴あるんですよ、ね、いいですね。でそれ3つがともう1つ4つがこの1棟1リゾートで、その他にまた新しくね、若い方っていうか、そ う,、ね、そういう一等一等じゃなくて、もうちょっと他のアクティビティっていうかな、街タウンの楽しみも楽しみになりたいっていう方は、うんうん、こちらの方に、本当の方で、本当の方にまたホテルができたんですよ。はい、そうですね、もう老若男女、はい、皆様にお楽しみいただける、はい、皆様に今、はい、なっております。いいですね、ぜひね、本当の方も行っていただき、もちろんね、一等一リゾートの方もね、シチュエーションに沿ったラグジュアリーであったり、カジュアルに楽しめたり、なんですかね、人間よりも自然が最優先みたいな。そうですね、先ほどおっしゃったように、はい、エコリゾートとかで、自然の中にこうリゾートを作らせていただいて、遊びに行かせていただいてる、うん、はい、で例えば海に入っても、魚がいるところにお邪魔しますみたいな感じで、はい、自然を大切にするのが自動と思うことなので、例えばリゾートにチェックインしたときにお客様にこうブリーフィングをするんですけど、例えば電池とかプラスチックとか持ってきたものは申し訳ないですけど、ここに捨てずに持って帰ってくださいとか、 あとはお部屋にこう袋を用意したんですけど、例えば島巡りに行ったりっていうときにそのビニールを持っていっていただいて、例えばビーチでちょっとゴミ見つけちゃったとか、水中でこのの見つけちゃったって、そのゴミをお客様にも回収していただいて、で自然を守りながら共存ですね。そうですね、そういう形でこう続けていくリゾートでというのも思うので、あ、はい、まだエルニド憲章ってあるの、だから残していいものを持ち帰っていいものって何ですか。あ、持ち帰っていいものがあるんですか。で残していいものね、残していいのは足跡だけ、うん、あ、そう、あ、持って帰っていいのは思い出だ。あ、素敵。あれ写真も撮っていい方だけ。あ、写真も撮って、写真撮ってたらいいんだから撮っていいもの、持ち帰っていい、残していいもの、なるほどなるほど、そういうのが大事。
ティングもね、またいろんな魚が見ていただけるんじゃないですか。そうですね。魚種魚影古墳って、で、カメとか、はい、結構しょっちゅう出てきてくれたり、まあ、フィリピンはね、カメが多いので、カメもあるし、あとはハウスリーフでも結構見れるから十分、はいはいはい、そうですね、うん、ダイレクトじゃなくてシュノーケリングでも十分なんですよ。シュノーケリングでもカメに会えるんですか。見えます。それはすごいですね。動いてます。私ダイビングでしかカメには会ったことないですね。じゃあぜひ今度はエミノでシュノーケリングはい、はい、やってみたいですね。ぜひぜひ皆さんもエミノ行ってみてください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さて今回もフィリピンの情報についてお届けしました。今後ですね、私単独のロケ企画などもたくさんあるので、そちらもぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。じゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。循環